今回もご視聴ありがとうございます。久保木ひろとです。今回は浜田省吾さんがソロデビューする前に結成していたアイドというバンドのファーストアルバムをご紹介したいと思います。アイドは言わずと知れた吉田拓郎さんのバックバンドとして活動していたバンドで、吉田拓郎さんのライブツアーにも同行していたバンドですけれども、浜田省吾さんの歴史をたどった日の当たる場所っていう本で詳しく描かれてますけれども、逸話としてはスタッフの方が吉田拓郎さんにアイドを紹介して、でアイドをバックバンドにつけることになったけれども、何日かしてから吉田拓郎さんから電話があって、とんでもないもんよこしてくれたなって言われたっていうお話があったりとか、あとはライブ本番でも吉田拓郎さんの代表曲の落葉が演奏できなくて、仕方ないから弾き語りで落葉をやっていたとか、そんなエピソードもあったりして、吉田拓郎さんのコンサートを見に来たファンの女の子たちがアイドって砂利バンドよねっていう悪口を言ってるのを聞いたとか、なんか結構悲しいエピソードの多いバンドなんですよね。なのでなんとなくアイドっていうのは失敗に終わったバンドっていうイメージが結構根強いとは思うんですけれども、それでも省吾さんがソロになって大成功を収めて、で二人の夏が収録されたヒストリーオブ省吾浜田っていうアルバムが100万枚売れて、アイドがデビューするときにレコード関係者は二人の夏100万枚売れるぞって言ってたっていうエピソードがあって、最終的には報われたのかなとも思うんですけれども、でこのアイドっていうバンドと同時にデビューしたのが、シュガーベイブとセンチメンタルシティロマンス。特にシュガーベイブはもう今ものすごい評価が高いんですよね。山下達郎さんと大貫妙子さんっていうビッグネームが所属していたバンドで、しかも大竹栄一さんのナイアガラレーベルの第1弾で発売された作品で、このアルバムに収録されてるダウンタウンっていう曲なんかは今アイドルがカバーしたりとか、もうアルバム自体名盤ランキングみたいな企画には絶対に乗ってきたりとか、とにかくめちゃくちゃ評価が高いんですよね。でこのシュガーベイブもこのアルバムだけを残して、山下達郎さんも大貫妙子さんもソロでデビューされてますけれども、アイドも比較的近い道は辿ってるんですよね。シュガーベイブも当時は売れなくて、で後々に評価されていきましたけれども、アイドも当時売れなくて、で浜田省吾さんが爆発的にヒットしてからみんな聞くようになったりとかしてるので、同じような道は辿りつつも、やっぱりアイドってこうシュガーベイブほどのなんか音楽雑誌とか評論家からのなんか評価を得てない雰囲気があるんですけれども、自分はアイドはシュガーベイブと同じぐらい評価されるべきバンドだと思うんですね。当時のエピソードとして、同じ頃にデビューされたシュガーベイブの音楽と、自分たちのレコードを聴き比べて、音の違いに愕然としたっていうお話があったりしますけれども、確かに音楽偏差値的な部分で言うとシュガーベイブの方がかなり高尚なことはやってると思うんですけど、アイドも非常にいい演奏をしてるんですよね。アイドって音楽性的には浜田省吾さんよく当時を語られる時におっしゃってますけれども、日本のレコードでよく聞いていたのは、ハチミツパイとハッピーエンドとキャロルだったそうなんですけれども、そういった影響もあってか、かなりハッピーエンドからの影響も濃いんですね。で、また二人の夏がビーチボーイズのサーファーガールからの、インスパイアによる曲なんで、なんかビーチボーイズ風のコーラスも印象的ではあるんですけれども、やっぱりビーチボーイズほどおしゃれではないんですよね。どこかちょっと泥臭くて、ビーチボーイズ自体ウエストコーストロックのバンドですけれども、ハッピーエンドは同じウエストコーストロックの中でもバッファロースプリングフィールドとかの影響を受けていて、どちらかというとアイドの音ってそっち寄りで、なんか浮遊感のあるサウンドとかが印象的ですけれども、ほんわかしたスライドギターとかコーラスの音色がかなり印象的なフォークロックっていう感じなんで、かなりハッピーエンド寄りの雰囲気なんですよね。でソロになってからのロックンロールな浜田省吾さんを思い浮かべて聞くと、なんかちょっと違うなっていうアルバムですし、実際自分は高校生の頃にこのアルバム聞いて、あんまり良さがわからなかったんですけれども、実際自分が洋楽を中心に音楽を聴くようになって、ウエストコーストロックとかサザンロックみたいな音楽を聴くようになってから、このアルバムの良さが特にわかるようになりましたね。ただやっぱりアイドの音楽洗練されてるとはちょっと言いにくい部分もあって、アイドのテーマではお前の熱い股間みたいな言葉が出てたりとか、愛するお前にっていう曲でもちょっと性的な表現があったりとか、
コーラスワークももう本当にさすがで、長子さんのコーラスなんかこの頃にもうすでに完成されてるっていうぐらい、完成度は高いんですけれども、やっぱりどこかちょっとやぼったさがあって、当時からもう洗練されていて都会的だったシュガーベイブとは、またちょっと評価が分かれてしまってるっていう部分もあるのかもしれないですね。で、このアルバムの特徴というのが、濱田祥吾さんが全ての楽曲の作詞を担当していて、で、作曲に関しては各メンバーがそれぞれやっていて、で、ボーカルも全員が撮ってるっていうところなんですね。これはやっぱりビートルズっぽさもありますね。続いて楽曲ごとにお話ししようと思うんですけれども、1曲目が愛のテーマ、バンドのテーマ曲で、濱田祥吾さんのボーカルが入ってくる曲なんですけれども、もうほとんどインストゥルメンタルみたいな曲ですね。長子さんと青山さんによるギターソロがガンガン入ってきたり、山崎さんのキーボードソロが入ったり、それぞれの楽器が主張し合って、バンドの自己紹介をしてるっていう雰囲気の曲ですけれども、で、この曲からほぼ曲感がなしで、初夏の頃が続きますね。で、この初夏の頃は作詞も作曲も濱田祥吾さんで、97年にリメイクされてますけれども、リメイク版の初夏の頃は結構ゴリッとしたロックサウンドだったのに対して、このアイドのバージョンだと、やっぱりウエストコーストロックの匂いが強いんですね。スライドギターが要所要所に入ってきたりとか、なんか幻想的な雰囲気の音像になっていて、97年バージョンとはかなり違った雰囲気になってますね。続いて春の日にっていう曲、これも初夏の頃からの延長線上というか、同じくスライドギターが印象的な曲で、続いてが二人の夏という、三拍子のビーチボーイズ風のバラードですけれども、やっぱりこの曲を聴くと長子さんのコーラスワークっていうのはこの当時からすでに完成されてるなっていうのを感じますね。で、続いての君がいればっていう曲は、細野ハウスの頃の細野さんの曲っぽい感じで、泥臭い楽曲ですね。で、次の愛するお前にっていう曲は6分超えの大作なんですね。このアルバムに収録されてる楽曲ほとんどが、2分台から3分台ぐらいなんですけど、そんな中 A 面の最後がこの大作で、ギターの主張がすごいですね。とにかくツインギターで左からも右からも全然違うことをやってるギターが聞こえてきて、かなりダイナミックで、今のポップスじゃ絶対にまずやらないだろうなっていうアレンジが施されてる楽曲ですね。で、次の雨模様っていう曲、これはハチミツパイっぽいと思います。なんかハッピーエンドと違ったノスタルジーがあるとか、どこかちょっと物悲しい雰囲気があるのがハチミツパイっぽいなと思った一曲です。で、次がこのアルバムで一番激しい、あの子は僕の大事なベイビーですね。作詞作曲も濱田祥吾さんによる曲で、79年の今夜はご機嫌ぐらいから始まりますかね。ロックンロール路線、これのなんか片鱗を見せた一曲だと思います。で、コーラスがちょっとドゥーアップを意識した雰囲気もあって、これも面白いなと思います。で、夢にいざなえ、この曲も97年に祥吾さんがセルフカバーしてますけれども、あっちはガットギターの伴奏によるスローなナンバーでしたけれども、こっちのバンドのバージョンはミディアムテンポで、普通にバンドとしてアレンジされてる曲ですけれども、ファルセットに関してはこのアルバムでも長子さんがいろんなところで使ってますけれども、これあえて祥吾さんがボーカルを取って、サビ部分のファルセットを歌ってるっていうのも味があっていいですよね。で、恋の西武新宿線、この曲はかなりポップで、今聴いても結構おしゃれだなと思うアレンジですね。ドン、ドン、ドン、パンっていうリズムが、やっぱりロネッツの Be My Baby とかを意識したかなと思うんですけれども、60年代のポップスを意識した曲だなというのを感じますし、実際に濱田祥吾さんはソロになってからこの路線でたくさん楽曲を書かれてますよね。もうすぐ5月外は雨っていう、メランコリックな雰囲気のアコースティックなナンバーが来て、この曲は長子さんが作曲をしてますけれども、で、最後のサリシ友よという曲、これも長子さんが作曲をしている曲で、この曲はしっとりと始まりますけれども、途中から愛するお前にみたいに、またド派手なギターが絡んでくるアレンジになってますね。特にアウトロでツインギターがものすごい絡みをやっていて、なんか歌詞とかメロディーに対してちょっとミスマッチな雰囲気のアレンジが施されてて、これもなんか興味深いですね。で、最後に雨上がりのブルース、濱田祥吾さんの曲の一節がほんのちょこっと歌われて、で、アルバムが終わるっていう構成になっていて、後に祥吾さんがソロデビューして発表するアルバムたちとは全く違った、余韻を残すアルバムですね。というわけで、今回濱田祥吾さんがソロデビューする前に組んでいたアイドというバンドについて語りましたけれども、
まあ、この当時独自にウエストコーストロック系のコーラスワークとかスライドギターとかを模倣して、まあ、自分たちの音楽を作り上げようとしたバンドとしては、まあ、すごく面白い作品だと思いますし、まあ、今後若い人たちとかにもぜひどんどん聴いてほしい作品だなと自分は思います。というわけで今回アイドのファーストアルバムについてご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。泣きたくなるよ、こんな下手くそなやつに。